えー、こんんにちは、えー、高橋さん、えー、今回はですね、ドリームアカデミアにお問い合わせありがとうございました。えー、興味を持った理由、吉谷さん動画いくつか拝見して興味を持ちました。えー、ありがとうございます。たくさん3000本ぐらいありますけど。はいえー、っと抱えてる悩みは個人でお金を稼ぐためには何から始めていいかわからなず困っていますということで、まあ、これはですね、なぜ困ってるのかっていうと、原因は一つです。原因は一つで、あのインターネット上にたくさんの情報があるんで、えー 悩む理由はそれです、まあ、就職する時もたくさんの会社があるので悩むわけじゃないですかどの会社に行こうかなでこれがもし例えばその世の中に会社が一つしかなかったら悩まないですよ悩む必要がないですよね例えば、えー、小学校とかもそうだと思うんですけどまあ私立とか行ったら別ですけど多分その地域に住んでたらこの小学校に行くって決まってるじゃないですかじゃどこの小学校に行こうかなって悩まないですよねもうそのなんかもう行く小学校が決まってるわけですから悩まないですよね どここの小学校に行こうかなみたいな、まあ、シリーズとかは別ですけどだからそのもうやることが決まってるっていうことだったらここに対しては悩まないです。で何で悩むかっていうともうインターネット上にたくさんのいろんな情報があるので、えー、悩んでしまうと。でドリームアカデミアではこれをやってくださいっていうことがあるので。 まあそれをやっていただければ悩まないのかなとで。あとはそれをやっていく過程で、なんかその分かんないことが出てくると思うんで、分かんないことが出てきた場合は、その25年間僕がサポートしますんで、まあ大丈夫かなっていうところです。分かんないことで、やることを決めました。で、やることを実際やってみました。で、やっていく過程の中で分かんないことが出てくると。じゃあそうしたら25年無料でサポートなんで、うん 大丈夫なななんじゃないかなと思いますでまあ他にもですねインターネット上でいろんな教材だったりいろんな塾みたいなの売られてるんですけどうんおそらく25年間無料でサポートまあ今年僕35歳に今年の10月1日で35歳になるんですけど今34歳ですけど、まあ、今年35です60歳までやっていきますんでうんそこまでやっていく塾があるのかなって多分ないと思いますはいなのであと,あとはあと今回のオファーですね で今回のオファーは、まあ、見ていただいてどう思うかわからないんですけど、まあ、メールの中にそのオファー内容っていうのは書いてありますんでそのメールの内容を見ていただいて、えー、ジャッジしていただければなと思いますほぼリスクは取ってますほぼリスクはでこれでリスクがあると思われたらうーんすいませんとしか言いようがないですで僕正直今回のオファーに関してはもう絶対やらないので絶対やりません今回のオファーは まあ見ていただいて、えーまあ、どういうおなのか、メールの中に書いてますので。はいまあ、だから、もし個人でお金を稼ぎたいと、えー、真剣に思ってるんだらですね、まあ、ドリームアカデミア一本でいいのかなと、僕は思います。まあ、他にもいっぱいありますよ。他にもいろんな、えー、あるので、別にそっちでもいいんですけど、ただ、今後自分がこう決めたときに、決めたときにサポートがどれぐらいあるのかっていうところですよね。 に僕のところに入ってもらうと25年あるよと。でしかも無料と。で講義の方も25年間追加されるわけですよ。無償で25年間のバージョンアップしていくんですね。多分なかなかないと思うんですね。<laughs> うん多分なかなかないと思います。でこれなんで僕ができるかっていうとこれができる理由としてはまあ個人でやってるっていうところで。 前はですね、僕、会社で働いてたので、こんなんやってたら費用対効果合わないじゃないですか。しかも会社でやってると、会社の大きい固定費だったり,売りあの、従業員の給料の払いだったりあるんで、こんなんやっ、こんなん売上が上がらないことやってもしゃあないんですよ。ただ僕は今、個人一人でやってますから、これやったとしても、例えば、ドリームアカデミアが、例えば月に3本ぐらい売れました。まあ、ドリームアカデミアは29万8000円ですから、じゃ三3本月に3人ぐらい入っていただけました。 そしたらもう90万じゃないですか。90万あれば自分余裕で飯食えるんで十分なんですよ。だからそんなにその、うん、売る、まあ、売ることも今やったりとかしてますけど、そこまで昔に比べるとガツガツやらなくてもいいのかなって思う。そんな感じでやってます。まあサポート、てかサポートしか結局僕も10年以上やってきたんですけど、結局サポートしかないんじゃないかなと思うんですよ。 昔に比べるとインターネットを検索すると無限に無料で落ちてますから、うん、無限に YouTube で検索していただいて例えばそのお金を稼ぐな何を始めたらいいかわからないってことじゃないですかじゃブログがいいぞって聞いたらじゃブログどうやってやるのブログのやり方とかで検索すると YouTube でめちゃめちゃ出てきますし、うん、Facebook がいいぞって聞いて Facebook ブワーって出てくるしなメ,ルマガメルマガのやり方ブワーって出てくるし ご丁寧に無料で抗議してますから,、うん、だからまあ一応無料で探そうとも、まあ、無料で探せるんですよただしありすぎるんで <laughs> ありすぎるんで何やったらいいのっていう話多分なってると思うんでまあドリームアカデミー入っていただければまあそこはしっかりこうやっていきましょうみたいなのが大丈夫なんじゃないかなと思いますはいまああとはオファー見ていただいて、えー、ジャッジしてくださいただもう今後このオファーは絶対やりませんので もし入るんであるならば、今のうち入っておいたほうが、ほとんどリスクなく入れます。はい、ほとんどリスクなく入れるんで、まあえー、メールの内容を見ていただければなと思います。はいえー、今回はお問い合わせありがとうございました。